皆さん、こんにちは。今日は2020年5月20日水曜日。時間は午後1時53分を過ぎたところです。今日はですね、えーまあ、ちょっと画面は出しておりますが、えー、ハッシュタグっていうのがありまして、SNS で、まあ、ハッシュタグをつけてですね、自分の意見を、えー、拡散していくっていう方法ですね。で、これがあの、ハッシュタグでもとでも言いましょうかね。 えー、僕はそんなふうに今考えてるんですが、これが大体これからのですね、まあ言論って言いますか、デモって言いますか、それにとって変わってくるんではないかというふうに思っております。まあ多分これは、あの、いろんな方ももう研究されておりまして、もう政治家なんかにしてもですね、各政党とか政治家なんかも、えー、そういったアドバイザーがあのいますので、えー、それは無視できないっていうふうにしてですね、 えー、かなりあの敏感に今あの考えていると思います。もちろんあの政治家とかはそこまでわかりませんので、えー、各優秀なアドバイザーがついております。だから、えー、それに対してどう対応していくのかっていうので、えー、政党とかですね、そういったものの考え方というか力の差がですね、えー、これから変わってくると思います。で、一つはですね、僕は、えー、ハッシュタグでもっていうのは、 えー、いいことだと思っています。うん、というのもですね、まずはやっぱり、いろんなところにいっぱいまず集まらないとで、今はこういったコロナとかありますんで、3密というか、集まらないでいいというのもありますで、それが一つありますし、あと、たくさんの人が集まるとですね、えー、人の揉み合いが起こって、それであの暴,暴行とか暴動とか、そういうのが起きてくるんですよね。で <laughs> 一つの団体とかが意見を言おうとすると、まあ、それに対する反,反対側の人たちですね。右翼とか極左とかいう人たちが、えー、現場に来たりとか、まあ、外戦車で来たりとか、えー、やっぱり接触があってですね、殴ったり殴られたりとか、またそれで警察が来なきゃいけないとかですね、えー、ちょっと収集がつ,つかなくなるんですよ。で、街並みにも、 え、通行ができないとかいうのがありますので、まあこのハッシュタグっていうのは寒い時でも雨の時でも、まあできますので、えー、これね、あの人間のまあ友好的な形で言論を発表する場としては、えー、これは素晴らしいことであると思います。ただ危険性もですね、えー、これ含まれてはおります。ただこれも見切り発車ですけど、だんだんもう時代が行くわけですから、 えこれを皆さんも考えておくといいかなと思います、でここで僕はもう言いますのは、えー、僕もインターネットがです、ね、始まってから、もう Windows の前の時からずっとコンピューターやっておりまして、えー、それから Windows が始まって、インターネットが始まって,って、昔はキャプテンシステムとかあったんですけどね、えー、それをやりながら、まあ、ウェブ制作ももう昔からやっております。 それと SEO 対策も SEO という言葉が出る前からですね、えー、やっておりまして、アルゴリズムの、ね、アルゴリズムという言葉がまだなかった時代ですよ、えー。Google の会社あたりから出てきたっていう時もですね、ずっとあの、見ておりまして、えー、研究しておりますので、えー、これはもう、えー、右の人も左の人も <laughs>、あの、ね、ためになると思いますので、 自分の言論っていうかですね、それを平和にやりたかったら、やっぱりそういった風に、まあ、ハッシュタグをつけて出もということになりましたら、まあ、あの、腹は立ちますよ、その言論で言いますので、言葉足りずで、あの、喧嘩にはなったりしますが、まあ、それでもエスカレートはするんですけど、まあ、人と人が目の前にいないということなので、えー、とりあえずはその喧嘩っていうかね、 えー、体に害を覚えをするようなことは、えー、最初は起きないだろうと。ただ、あの、これは少しずつ今始まっていっていることですので、えーまあ、気をつけながら、えー、水位を見ながらやっぱりこうやるしかないんですよ。ですので皆さんもですね、えー、僕もどちらのメリットにしても言いますよ。だから右の人、左の人、自分の意見が言いたい人。えー、それで、まあ、この間ちょっと今画面に映してますけど、 えー、ハッシュタグをつけてですね、検察庁法改正案に抗議しますっていうことで、えー、これがかなり話題になりました。ツイッターのトレンド1位にもなったりとか、まあ多くの芸能人の方がですね、まあいろいろ発信したりとか、まあ、そういった政治に興味もなかった人たちの芸能人もですね、自分が信頼する友達から、えー、まあハッシュタグをつけてそういうふうにやってみてよとか、リツイートしてよとか、 え、言われてね、まあネット上では無垢な感じなので分からなくてやったんだって、えー、批判する人もいますが、えー、もう、政治が分かろうと分かるまいと、えー、皆さんはですね、あの、税金を払ってる人は、あの、意見は言っていいわけですよ。それは間違ってるだろうが、 え、友達から言われて、まあね、付けや、つけ焼き場じゃないですけど、うん、そうだね、そうだねって言われて、えー、それでも発言することは構わないんですよ。え、ただやっぱりこう、それをね、自分の中に入れてしまって、えー、果たしてそれがね、あの、間違ってることじゃないのかと。で、これはもう宗教とか何とかと一緒でですね、人の心を動かしてですね、え、ハッシュタグを付けさせて利用するっていう人も、もちろん出てくるでしょうけど、 ま、そこ辺もちょっとね、気にしながらっていうか、ただ、あの、今回の結果としてはですね、えー、かなり効果があったっていうか、あの、そういうのがあったんですよ。で、政府っていうか、やっぱり自民党とかも、やっぱり見てて反対しきれなくなったとまたこれで騒ぎが大きくなるとですね、若者の間で、えー、ちょっと困るっていうのがやっぱありますよね。で、やっぱ与党、野党もそうなんですけど、 与党なんかもやっぱり若者の取り込みというふうにしていかないとやっぱり、ね、政権の持続っていうのは厳しいでしょうから。またあの、与党、野党にしてもですね、まあいろんな形をやってきますよ。だから頭のいい奴がいてですね、えー、捏造したりとか、えー、確かにあの僕はあの見たんですよね。で、ハッシュタグがついて、えー、ツイッタートレンド1位と。で、すぐ見ました。したら、 やっぱり一人で何十件もですね、その、アカウントを変えたりとか、あの、一言だけ入れてリツイートしたりとか、まあそういう方もいました。で、それがあるから、これはね、不正なことなんだと。だから作られたツイートなんだっていうふうに、あの、まあ言われたりしてましたよ、反対の人がね。で、その後で、 まあ、常年司さんってあの人も、まあ、有名な方なんですけど、あれはそういうことなんで、あの、出間みたいな感じのあれでしたっていうふうに、ええ、言っておりましたが、ええ、こういうふうに、東大の准教授がですね、ええ、国名にツイッターの分析をしました。それで分かったことっていうことなんですよ。まあ、ちょっと結論言いますと、やっぱりその、確かに数としてはね、たくさんあったし、あの、不正票みたいな感じで、ええ、それする人もいたと。 ただ、あの、うねりっていうか、この数とすればですね、やっぱ純粋にやっぱり数としてはかなりあったということなんですよ。実際言うと。っていうことは、えー、世の中にある程度アピールするぐらいのものはあったということですね。だから、これ申し訳ないですけど、まあもちろん、あの、自民党さんがなんかね、そういうふうに言われてっていうのはないですけど、あれで言うと、実際やっぱそうだったらしいんですよ。うん。でもこれもですね、 野党側がやっぱり仕込んだものっていうのもかなりありまして、やっぱりあの、その、落とし入れようというかね、それももちろんあったということです。で、それはですね、ツイッター社がですね、やっぱり、今回のことを受けてですね、えー、ちょっとアルゴリズムで対応できなかったということで、今一生懸命あの、プログラムを作り直して、アルゴリズムをですね、作り直して、こういった風に一文字入れたりとか、リツイートする人のやつをですね、 アカウントをブロックして消すように、えー、今どんどんこれからなってくると思います。まあ、ちょっと話していきますがね、教授が言うにはですね、えー、確かにまああのうねりの流れとしてはそういうもんがあったと。ただ、これはですね、数が多いから、ツイッタートレンドでツイッターの数が多いからといって、その内容を見てもらう方が一番いいと。数としてはそのあったわけですよ、実際。 あったけれども、数じゃなくて、そのリツイート内容とか文章とか、どういった人が、あの、ちゃんとアカウントを持って普通の生活の活動してる人たちが、あの、嘘の、なんつか、活動してないようなアカウントじゃなくて、普段の活動してる人たちがやってるかっていうことを見ていくのが大切っていうことですね。だからまあ、あながち嘘じゃなかったんだけど、 ただ、あの、内容としてはね、大した、大したってことは、数稼ぎのものではあったと。だから、内容を見ていった方がいいんじゃないですかね、ということなんですよ。ただ、まあ、こんな感じなんですけど、これをですね、皆さんとか、まあ、えー、こう意見を通したいとか、自分の意見をみんなに広げたいっていう人は、かなり有効だということですよ。これで、えー、結果がですね、日本でこういうふうに分かりましたので、 えー、これを、えー、世界の国は使っていくと思いますだからちょっと怖いですよねだから言論統制も今度中国まあ他の国もそうですけど言論統制ができてくるところにはやっぱり介入していってブロックするっていうこともありえるでしょう日本はないですよだから今回の日本のことに対してやっぱりちょっと驚愕してる面っていうのがあるんですよまあ実験ではあったと思うんですけど で海外の人たちはこれを見てちょっとかなりあの驚いてるという形でしょうか。それと、えー、今後の、まあ、デモとか何とかについてはですね、えー、一箇所のに何万人とか主催者公表で10万人集まったとか言っても、もうそれは今、これからのこういったコロスケのリスクで言いますと集まったらいけないので、まあ、平割に今のところですよ、やるのには、 えー、これハッシュタグデモっていうのはこれが一番いいんじゃないかなと思います。で、家からもできますし、えー、ただあの、あまり過激な言葉を言うと、その中で喧嘩が始まったりとか、憎悪になりますんでね、もう短い言葉しかないので、まあ、ちょっと前置きが枕が長くなりましたけど、まあ、ちょっとあのこういったですね、有識者の意見をまず読みまして、でえー、それからちょっとまとめていきたいと思います。 これ5月13日でちょっと遅くなりましたが、えー、ハッシュタグですね。これ、シャープっていうのをこれ、ハッシュタグというんですよ。検察庁法改正案に抗議します。は、本当に世論のうねり、はてな。東大准教授にツイッター分析を聞いたということですね。5月8日から現れたツイッターのハッシュタグ、検察庁法改正案に抗議します。 このハッシュタグ投稿が爆発的に増えトレンド入りした。わずか3日弱で470万件のツイート、まあ、リツイートを含めてですね、これね。この膨大な数を上げ、抗議殺到だとする主張がある一方、一人が数千のツイートをあ、数千のツイートもでき、抗議の数としては疑わしいと スパムを疑う声があるっていうことで、うん、確かにね、えー、これだからって言ってあの、数がなんとかじゃないんですよ。数はちょっと水増しできるものがありますんで、ただ内容を私たちは見ていかなきゃいけないということですよね。リツイート、リツイートとか、えー、その書いた人っていうか、ツイートした人が、ただアカウントだけ取って、普通の、えーね、活動してる人間ではないっていうことは、 もう無名のあれと一緒ですからそれはあのねあの、まあ、参考にしなくていいと思いますそれで実際にどれだけの人が賛同しているのかツイート分析に詳しい東京大学大学院の鳥海藤二雄准教授計算社会 科学に話を聞いたすいませんね。もし間違ってたら申し訳ありません。鳥海って私読みましたけど、読めないもんですから、えー。鳥海准教授の調査によると、5月8日午後8時から5月11日午後3時までの間に、リツイートを含めて473万2473件、えー、リツイートを除くと56万4797件、 が投稿したとということですね拡散にかかったユーザーは58万8000アカウントだったということですね。まあ、うん、まあ58万どうなんだろうというところですね。まあ、そんな感じだったということです。まあ、これはあのちゃんと調べた結果ですからね。うん。で、より細分化して言うと、 ハッシュタグこれ、シャープのことを何度も言いますけど、ハッシュタグというんですよ、えー、検察庁法改正案に抗議しますを投稿したアカウントは31万9000で計56万回ツイートしていた、そのうち大部分は1回のみツイートしていたことが分かった、それは投稿の大部分を占め24万8000アカウントだった。 一方、拡散は少数のアカウントによってされていた、拡散したのは全体の約2%の58万8000で、この2%のアカウントで半数以上の膨大な拡散をしていたということですね。だからまあ2、2%だけのアカウントがもうバン,バン回してたということですよ。だからそれだったら、確かに数だけをもうちょっと増やすと。 で、マスコミなんかにしても、ただ、あの、数が何、何百万人って言ったら、もうそれが、ね、ニュースになりますんで、だからこれ、数だけではないということですよね。本当内容を見ていかなきゃいけないということです。さらに今回、得意な点は、ハッシュタグ、検察庁法改正案に抗議しますに対するツイートとして位置づけられている、ハッシュタグ、興味ありませんと、 ししたのは4473かいないなことだという,っていうだから、えー、この「興味ありません」っていうのは、まあ、反対意見ですね。で今までどんなデータを分析しても必ず2つのネットワークに分かれる様子が見えていたのですが今回の「ハッシュタグ検察庁法改正案に抗議します」に関しては関係単語を使ったデータも取っているにもかかわらず 検察庁法改正案に賛成するツイート群がほとんど存在しないことが分かりましたとブログで述べ、ジョーズ参照って書いてますね。圧倒的に抗議ツイートだけ溢れている状況は見たことがない。通常こうしたテーマでは両極端になるのが普通、通常なのに、炎上のケースとしては得意だと感じたと、 島海准教授を話すというなんで,、ねまあ、でかと言いますとですね、えー、いきなりツイッターでバンと立ち上げたわけですよ、で1日2日のことですよね、まあ、この反対しますというのは、まあ、もちろん僕も、ですねあこれは、えー、僕、右でも左でもないですから、これは反対した方がいいんじゃないかなと思いますが、えー、これを賛成するという方も、やっぱり、まあ、与党側にもたくさんいるということですよね、自民党。 ねえ、やっぱり自民党にやっぱり応援してる人たちはかなり高齢なんですよ。で、高齢だし、やっぱツイッターとかそれ常に作っておりませんので、使ってね。で、そのニュースを見て、じゃあすぐそれを見てツイッターするかって言ったら、えー、そういう人たちは少ないわけです。で、そういうことが話題になってるっていうのは、えー、2日3日してニュースを見てですね、あ、そういう話題があったんだと。 じゃあ俺も参加しようとか思っても、じゃあ参加したらどうしたらいいのって孫に聞かないとわからないと。えー、ガラケーだからなんかよくわからないとかいう人がいます。でもそういう人たちはですね、ちゃんと選挙権は持ってるんですよね。えー、選挙権と、またこれはこう違うことなんですよ。じゃああの、こういった最新の機器を、あの、スマホの機器を使ったりとか、パソコンを使ってっていうのはできない人たちなので。だから一方的にですね、一気に、 反対する側が、まあ、作成したと。まあ、作ってしまったっていうのを、あの、意図的に作ったと。で意図的にバーンと上げたっていうのも、これ確かに言えることです。うん。だから、まあ、そういうふうに、普通だったらですね、こういったものは両極端になって、両極端の話が出てくるんですよ。ああ、それは賛成だ、反対だ、なんとかっていう。それが、圧倒的にですね、反対する、あ、賛成する意見が少なかったっていうことは、 だからもう、あの、ね、まあ、戦国時代の城攻めだったらいいけど、もう、あの、やう、やうち、夜うちされたっていう感じですよ。夜中の寝てる時にバーってやってですね。で、やっぱりその最新の危機を持ってない人は、え、なんなのって寝てる時に、もう、 幼稚朝がけされてですね、もうその時にはもう打ち果てて死んでるっていう感じですよね。だから昔の戦国時代で言うと。だからそれだけ、まあ、あの、武器は早くなってるわけですよね。えー、だからね、刀や槍じゃ勝てないよっていうのをもうみんな感じていないとダメですよ。もう当時で、さえも今は鉄砲の時代だとで。鉄砲に対して槍や刀でやっててもですね、勝てないと。 だから、いやいや、それは、あの、ね、刀でも槍でも、こちらになんかそれだけの石と、あの、武士道のなんか考えがあれば、勝てるんだっていうふうに、あの、思ってて幕末なんか死んだ人いますけど、いや、それは無理だからっていうことですよね。だから、うまくそこへんが、反対派がつく、使ったっていう、まあね、文明の利益を使ったっていうことですよ。 そそもそもハッシュタグ検察庁法改正案に抗議しますとの投稿は5月くんちですね、これたんねくんちに日本のツイッタートレンドの1位になり10日には著名人にも一気に広がった俳優の宮本亞門さん浅野忠信さん秋元才加さんだが投稿俳優の井浦信さんは保身のために都合よく法律も政治も ねじ曲げないいでください「この国を壊さないでください」とツイッターで10日朝発信すると同日昼までに2万回以上リツイートされ累計10万回以上となっていた5月11日午前11時時点10日から11日にかけこうした著名人の投稿やメディア報道を受け 一気に数字を伸ばしててていいっったことが分かるって書いてますねだからやっぱりこういった時でもインフルエンサーっていうやっぱりね究極の人たちがやっぱ芸能人とか、えー、そういうのになりますので、まあ、そういう人たちが参加してきた時にはですねやっぱ結構強い力になりますよねでそれに参加したからといってですね、えー、まあもちろん反対意見あると思いますよ何も考えないで朝方からお前たちは あのね、歌だけ歌ってればいいんだ演劇だけやってればいいんだっていうのをそれもちょっとおかしい話ですよ、えー、僕らとみんな一人一人一緒ですけどみんな国民の日本国民の税金を払ってやってるわけですから、えー、ちゃんと彼らもやっぱ子供の時から日本で育って、えー、それで、えー、お父さんもお母様って自分たちも税金を払ってるわけですから一声上げるのはこれはあのー、本当自由なことですんで、えー、ただ まあそれが上手だったということですよ、それね。だからそういうふうな上手っていうことも考えながら、まあ、今回してやられたって思うんだったら、まあ、僕はあの、僕もツイートしましたよ、これでね、反対抗議しますで。でもあの、それに気に入らないって人たちも、やっぱ考えていかなきゃいけないということですよ、これに対抗する方法っていうのをね。はい、次のページですね。 抗議の意思は実際に人々に広がっているのだろうか。同じ人が何度もツイートしている。ボットによる機械投稿なのではといった指摘がある中、数字が意味するものは何か。トリウム・海ン教授はツイッターの数字を分析し、自身のブログで発表したということですよ。まあ、あの、ボットっていうのはですねロ、ロボットみたいなやつで、えー、もう機械的にですね、 えー、設定してれば、もう何回も何回も、同じことを、えー、リツイートするんですよ、だから人間がですね、一回一回クリックしたりとか、文字入れしなくても、もう文字の分をですね、もう貯めといてですね例えば1日80個、100個っていうのは、全部意見の文字を書いといて、あのボットに入れとけばですね、えー、違い意見としても、24時間書き続けるわけです、もう3分、5分っていう間に、どん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 ですね。 でぐる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 回すこともできますね、まあそういったのが、あのやっぱり機械的にやるソフトウェアっていうのがあるもんですから、まあ、そのことの話ですね、ト鳥海准教授は、1、ツイートしたのはボットだったのか、2、新規アカウントによる大量投稿なのか、3、スパムが大半だったのか、はてな、について分析したということですよ。うん まあ結果としてはですね、えー、ボットや神経アカウントによるものでないことが示された。また同じハッシュタグを使ったツイートを大量投稿する点については、ツイートのほとんどがスパムだという仮説は成り立たないというっていう書いてますが、これね、あのーえー、これですね、えー、ボットとか神経、まあ、ア,アカウントじゃなくてですね、もう常に普段からですね、 1000、えー、アカウントとかあの、持ってる人がいます、えー、それはあの持ってる人がいますの,で,ので、同じハッシュタグを使ったツイートを大量投稿するのは、ままあ、スパムだという仮説は成り立たない、まあ、これをスパムかどうかという考え方なんですけど、まあ、僕はスパムだと思いますけどね。 これは、ま、いろいろな、おに出ないアプリとか、自分で開発してる人もいまして、え、そう、今公開してない分ですよ。で、それで、え、どんどんと自動的に書き込むっていうことは、もうこれ、あります <laughs>。あります。そういうのはね。ただ、ま、なんか、あの、すぐは見つけられないですよ。そういうのは、もう自動的に、え、ツイートするっていうのは、ま、これはあります。 えで8割は「ハッシュタグ検察庁法改正案に抗議しますを」を10以下しかツイートしなかったユーザーによるものだったという8割ね「えー、ウェズ」って書いてますけど一方20回以上「ハッシュタグ検察庁法改正案に抗議します」が含まれるツイートを投稿したアカウントは約1割で、えー、56万4千7九七ツイート中 5万ツイートだったったてて書いてますね。また少数のアカウントによって大量に拡散されていた拡散したのは全体の約2%の58万8千でこの2%のアカウントで半分以上の拡散をしていたということですねうんということはあのあれです、ね、これもね <laughs> これアカウントをもう常に貯めて持ってらっしゃる方いるんですよ それとそのアカウントを全部投げ込んでてですね、えー、そういったソフトウェアを作る人がいます。そして、そしてですね、えー、ここがあれなんですけど、うーんその一つの、例えばあのソフトバンクのプロバイダーとか自分が入ってますよね。えー、そこから同じことをこうやってたらですね、あの同一人物っていうふうに思われるんですよね。で、これを、 例えばそのソフトバンクじゃないっていうのをどんどん切り替えていくと匿名性が出てくるわけですよ1回ごとにコロ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 変えるとですね、えー、それもあのできなくはないですしあの多分やってると思いますそんな難しい問題ではないと思いますのでプログラムを書く人だったら、えー、そういうふうにこうできることですのでだから、まあ、確かにね言ってみれば そういうことだったかな。まあ、常年さんの話言ったけど、正しいかな。うん。最初違うかなと思ったんですけど、うん、そういうことか。うん。まあ、だから、あ、正しいね。<laughs> 常年さんね。<laughs> そうそう。違うかなと思ったんですけど、うん。だから、まあ、あの人もかなり詳しい情報を持ってますので、えー、それは正しい。うん、あの、 一般の人は分からないじゃないですか。まさかそんなプログラムをして、そういうのはあの見たこともないでしょうし、あの作るんですよ、そういうのだから、1回ごとにですね、ソフトバンクであったり、ドコモであったり、なんとかであったりとか、で、書き込む機種にしてもですね、パソコンの、えーね、Windows で書いたとか、番号を入れたとか、あと、Apple のノートパソコンで書いたとか、あの、じゅんぐりじゅんぐりに。 変えるんですよ iPhone6 で書きました iPhone8 で書きました iPhone10+ で書きましたとかねえ n d r o i d で書きましたっていうのを一つのパソコンからあのくる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 変えることができますんで、えー、そういうふうなねことをやる人もいるんですよだからまあ,あの確かに、まあ、それはそうかなただあのこれはですねあのやったことの行動としては 結果的には当たりだったですよね。当たりっていうかその、別に法律、じゃあこれを追求していって、法律でじゃあそれが問えるかって言ったら、法律ができてませんので、犯罪でもないですから。ただ世、世論を動かしたように見せると。で、それが、マスコミが、それをね、テレビでやって、何十枚も何百枚も拡散させると、テレビで。そしたら、え、そんなことなのかと。 そんな反対が起こってたのかと、えー、だからまあ、うん、反対があったにしろ、多、ね、分、まあ、ん、半々か、まあ、反対する人が2倍ぐらいいたことはあるかもしれませんけど、えー、極端にということはあれだし、まあ、一つはですね、まあ、分かりにくかったということですね、まあ、安倍さんも言っておりましたけど、やっぱりこうまだ国民が、あの、 理解をしていないとどういうことっていうか、それの説明不足だったっていうことですよね。だからやっぱりそこへもうまく説明していって、定年みたいにね、皆さんも働きたいでしょうと、で、それで、まあ、検察庁の職員も何歳か働けるようにとか、まあ、今回のことだけ見ると、本当にごく一部の何人かの人だけが得するっていうような感じでしたので、 やっぱり3原分率を守ったまま、ですねあの、政府が関与するんじゃなくて、まあ、別のとこからこうやったらいいんじゃないかっていうふうなことも思いますね、あと、えー、今回がまあ,あれなんですけど、法務局から言われたから、まあ、ちょっと安倍さんもやったんだということも言っておりましたけど、えー、もう安倍さんも,もう途中から僕見ててそうだったんですけど、もう目が死んでたというか、もうコロナになってです、ね、でもうやることがものすごくあって。 でやっぱり各部署にですね、振り分けるしかないんですよ、官僚に。で、まあ、部下に、部下とかね、まあ会社だったら部下ですけど、まあそういう人に振り分けて、これをやってくださいって言うんだけどえ、そこの中にもし反目する人とか何とかがいたらですね、はめられてしまいますよね。で、いい例がですね、よくぞこう、あの、僕の、えー、ね、動画を見てらっしゃる方でも、洞察力のすごい人がいましては、 これやっぱりみんなすごいなと。あの、よく見てるなと思ったのが、アベノマスクを安倍さんが一人しかしてないじゃないですか。みんな国会会館には2枚ずつ届いてるんですよ。で、閣僚がしてなかったですよね。閣僚のね、自分の安倍内閣というか。というか、もう、あの、引導を渡してか、もう安倍さんダメだから、 俺らりゃしないよっていうような感じ、でもう次ね、あのだから一人ぼっちの安倍のマスクで、安倍さん、ちょっとかわいそうっていう感じ、だからやっぱりいろいろ、まあ、皆さんね、やっぱ安倍卸しとか、安倍川とか言いますけど、やっぱり孤独な分もあったりとか、やっぱり周りで足を引っ張られたりとかですね、ああ、だめだめ、いろんなことがもうね、積み重なって、安倍さん、評判悪いから。 もうそこそこ、もう安倍卸しをして、じゃあ次誰にしようかとか言ってですね。で、昨日見てたら、あの、岸田外相が安倍のマスクしてましたよ。あの、だからもう、ポスト安倍っていうか、次は俺だよなっていう,ようなもうアピールですよね。で、施工大臣ですかね、が今日、またしてました。で、それぐらいの、もう形をなんか作ってるんですよ。いや、いや、僕は、ちょっとあの、ね、そちら派ですよとかね。 なんか、あの正座フラッグじゃないけど、お前どっちかちょっと手挙げろっていう、まあそんな感じなのかなと、だから安倍さんだけ攻めてもですね、これは表に出てこないかなと思うんですよね。それに、結局、自民党幹部がこう言ってた、もう安倍はダメだとかいうのを、マスコミが今度言ってる、プロパガンダしてるっていうことを見ると、あこれはまたこれ大変なとこねって、があるなっていうとこなんですよ。 ただですね、これはもう、うまくコロナがですね、早めに収まってやった場合は、えー、過去の各国のことからもそうなんですけど、えー、日本でもそうです。早めにですね、これがもし収束したんだったらですね、支持率はガツンと上がりますね。そうなった時に、今度返す刀で、その、切られると思いますよ、俺。 俺はどっちかというとですね、また復活してくるんじゃないかと、支持率はもう多分上がると思います。それで結局、自民党の中でも一本柱じゃないんですから、もう、というのはもう次の政権っていうか、自分がポストを狙ってるというと,と,とこなんですよな。なんかやらしいですね。えー、だからもう、これはもう、なんつうか、与党、野党じゃなくて、もう、与党の中にも敵がいるっていう感じですね。 うん、まあそんな感じでした。だからまあ今日はちょっとですね、こういった、えー、今のハッシュタグをつけてデモっていうことをちょっと取り上げてみましたが、まあこれからはですね、日本がこういうふうになったということで、世界がやっぱりこれ注目していくと思います。だから台湾でもこれからの時はですね、えー、もちろんあの、デモっていうのも、人間が集まるデモもやるでしょうけど、その前にですね、えー、選挙とか、 選挙の時はもうあれでしょうけど、デモを、これも定期的にこういうふうにハッシュタグをつけてですねやっていくと思いますで、最初の方はやっぱりこれは平和的でものすごく素晴らしいことだと思います、ただ、危険も含んでおりますので、ただこういうふうにですね、あのうまく頭のいいやつが先んじて、幼うち朝がけじゃないですけど、その技術を持ってるやつが、ボットを使ったりとか、プログラムをしてですね、えー、やりますので。 でそれをやったことに対して、ですね、マスコミが乗っかっていって、何十倍にも拡散しますので、実際そういうことはないんですよで。僕もですね、ずっとあの僕のとこで、まあ、こんな、ね、話題を上げてますんで、あの安倍川さんとか反対する方、ものすごく書き込みが多いんですよ、うちね。で、まあ、与党派手いうはまあかなり少ないんですが、え実際、いろいろ見たりとか、離反率とか、いろいろやって僕は見ておりますと、 やっぱり反安倍をやっていらっしゃる方、今のところも3割ぐらいしかいないですね、うん、まあ、離反率はまだ僕のことを、まあ、見てて、監視してる人もいると思うんですが、監視したっても何もないですけど、大体そんなもんですよ、でそれを多く見積もっても、ですね、えー、実際のところでやったら、やっぱり与党が圧倒的にやっぱり多いということですね、それはもう自分のところでも、えー、実証して全部、あの 見ております。データを取ってですね。まあデータを取らないと分からないところがありますんで、ただまあ小さい僕だけのチャンネルのデータになりますけど、でもそれを見ててももう分かるということです。皆さんがすぐそういった動画を出して反応する、それで反対意見を出してくるとかいうとこを見たら、えー、こ僕のコメント欄を見たらですね、もう相当あの、あの、安倍批判の人が多いですけど、えー、それは 安倍をひ、安倍さんを批判してない人か書き込んでないだけでですね、えー、見ておりますと、えー、劣勢に立ってるのは、安倍がさんたちはかなり劣勢に立ってるなーっていうところは、あのー、僕はわかりました。ただ一生懸命なんですよね。だからそれを皆さんがですね、また平和にこうやっていこうと思いましたら、まあ、こういったのも研究してみるとか、えー、いいと思います。ただ、 これがですね、バカにできないので、安倍政権とか、そういうのはあの、じゃあもう次の国会に回していって、えー、説明が足りなかったというふうに次にしようというのが良かったと思います。で、やっぱりいろんなことでもそうなんですけど、一般でもそうですが、自分が間違ってたとか、ちょっとあれしたらもうごめんなさいとか、もう正直に謝ってですね、で、まあ、前回の30万給付の問題でも、 はめられたとかいうのもありますけど、朝礼誤解だっていうふうにあの、ね、野党は言いましたけど、いや、そのいいことだったら、朝行って夕方に違うことを言ってもいいんだよと、それは国民のためになることだったら、あれ、官僚の言うようにですね、30万円って言ってて、余計もらえるような感じで言ってたら、いろんなですね、制約があって、ほとんどの人もらえないんですよ。 だから国民一人十万っていうのが、これはもう本当に素晴らしかったと思いますよね。で、安倍さんも、まあ、結果的に決断したのは安倍さんだから良かったと思うし、ええー、ねえ、あの、公明党の、あの、一生懸命頑張ってくれた、あの代表も、俺初めてだったかな、公明党よくやったなと、<laughs> それちょっと感心しましたよ。 だからそういうことについては、ですねやっぱり国民が助かったわけですから、僕以外、みんな助かったわけですから、だからそういうのには、ですねやっぱりいいことはいいと、だからいいことに対しては、もう朝礼誤解となんだかんだ人に言われようと、えー、すぐにでもあのごめんなさいと言って変えることも必要だと思います、そのほかですねなんかあの気持ちがいいというか、じゃあまた応援してやろうとか、そういった。 心が離れないですもんね。で結果的には良かったと思いますで。僕もこう、まあいい加減なことを言ってまして、なんとかなんとか言ってたらですね、あの、高校か。あこういう内容は広告つかないんだなってほとんどつきません。ちょっと、いろんなこういったね、あの、世間を半分ぐらいになるっていうのは、だからまあ、それはつかなくても、やっぱりこう、皆さんにね、お話しすることが一番いいんじゃないかというふうに、まあ、なかなかと、 話させててもらっておりますという感じでですね、まあ、まとめますと、これ、もう右も左も与党も野党も、もう全然もう分からないと、ただ、ちょっと頭のいいやつがですね、どっちかについたときに、まあ、このインターネットとかそういうのを使ってですね、SNS を使ったときに、やっぱり結果が違ってくるなというのはありますね。 だって自民党の人とかなどは、まあ、選挙権持ってるおじいちゃんとか、あの、柄系とかあの、社名も使えませんのでね、それはわかりませんよ。でもこれがですね、えー、形勢逆転してるよなっていう,うにね、もう、そんな風になって選挙に行った時は、あれ <laughs> 意外と全然ダメじゃんとか、自民党強かったじゃんっていう結果にはなると思いますね。データを、裏データ見てみると、そんな感じでしたよ。 だからやっぱり、うん、僕もね気持ちわかりますよ、だから安倍川さんたちが安倍さんを批判したければ、ですねあんまり感情的にならずに、本質を捉えていって、そのどこが悪いかというところを言った方が、感情的になるよりも、結果的にはもう一押しできるんじゃないかなっていうふうに、あの野党に対しても言いたいですね。だからちゃんとあの福島みずほちゃんみたいにですね、 一生懸命自分の仕事をコツコツやってれば、やっぱ国民は認めて,てくれると思うんですよ。ね。そんな感じでした。もうね、えご批判もいっぱいあるでしょでも世の中はですね、考えが違って当然です。僕の意見が正しいってことはないです。だから皆さん皆さんの意見で、バッドボタン、グッドボタン、ね。そして、こいつはもう登録なんかしなくていいったら登録しなくていいですけど、登録してやろうかなと思ったら、ぜひともチャンネル登録を、 お願いいたします。それでは皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございました。さようなら。